フィリピン料理、ディヌグアン。ディヌグアンっていうのは、豚の血で煮込んだ、料理で、まあ、鉄分ちょっとやっぱ感じるので、嫌いな人が多いですね。日本人ほとんどダメだと思います。まあ、バロットと一緒で珍味に該当する感じかなっていうイメージですね。あと、ルンピアは、揚げ春巻きですね、日本でいう。まあ、これはもう日本にも、春巻きありますし、とても美味しいと思います。まあ、具はいろいろなものを中に入れて、お好みで選ぶんですけども。まあ、レチョンですね、あと。レチョンは豚の丸焼きで、結構カリカリになってて美味しいんですけど、まあこれセブとかね、こっちの方で名物っていう感じで、まあ結婚式とかお祝いの時は丸ごと豚の丸焼き出てきて、ちょっと見た目がかわいそうだったりするんですけども、まあフルーツサラダはココナッツミルクで混ぜたこういろいろなものが入ってるサラダです。美味しいですね。バナナキューはバナナ揚げたやつです。美味しいです、これも。